どうもドーズルです。はい、ということで今日もクラッシュライアルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで深夜ではございますが、こちらバランス調整のお知らせがやってきたので動画を撮っております。で、いきなりね、このバランス調整のお知らせが来て、私が思ったことは一つ、早くない前回のバランス調整6月4日なんですよ。まだ2週間経ってないにもかかわらず、バランス調整のお知らせが来るというね、このやる気素晴らしいと思います。というところで、今回はね、今回来るバランス調整6月20日に来るらしいんですが、今回バランス調整だけではなくて新カードも登場するし、あと他にもね、アップデートが何点かあるといったところで、6月20日かな、来週に来るこちらバランス調整アップデート、そして新カードの登場、これも含めてね、いろいろ話していきたいんですが、この動画ではバランス調整だけに、スポットを当てて話していきたいなと思います。で、注目はね、ガーゴイルかな、ガーゴイルの変更が一番でかいのと、あとプリンス、ダークプリンスが弱体化されたのと、まあ、あとその他もろもろっていう感じなので、まあ、一つずつ見ていきましょうか。まずヒールとクローン、こちら範囲攻撃が、効果半径を3から4に拡大というところで、4って言ったら多分ヤナアメと一緒だよね。だから今は3マスなんですけれども、4マスに変更されることによって、より広い、ユニットを巻き込んでね、クローンとかヒールをかけれるようになりましたっていうところで、まあ、多分ねこれ広くなってもそんな変わんない変わんないと思うんですよね。めちゃめちゃこの、呪文たちが効果範囲が重要っていうわけではないので、まあ、若干強くなるけど、めちゃめちゃじゃあ強くなってみんなが使うようになるかって言ったらそうでもない気がします。そして続いて、ガーゴイルとガーゴイルの群れ、これ結構ね、大きな変更で、各ガーゴイル1体目が出た後の2体目、2体目が出た後の3体目が今まで一気にね、こう3体とか一気に6体バッて出てたんですが、これ1体ずつ出るようになりました。しかも1体ずつ出る間に 0.15 秒のね、ラグがあるので、だからガーゴイルの群れだったら全員で終わるまでに、約1秒かな、今までよりも約1秒を動き出しが遅くなるといったところで、今までガゴ群れの良さっていうのはやっぱり出した瞬間に相手を攻撃し始めてすごいダメージを稼げるっていうのがガーゴイルの群れの良さだったんですけれども、これがね、0.15 秒ずつ、ビハインドがあるっていうところなんで、まあ、結構処理しやすくなるんじゃないかなと、予想できます。そして、お待たせいたしました、皆さん注目のローリングバーバリアン、こいつはね、攻撃ダメージが 17% 増加することによって、ローリングウッドかな、ローリングウッドよりもダメージを稼げるようになりました。で、具体的にはこの 17% で変わったのは、もともとゴブリンとか、吹き矢ゴブリンとか、あとは、アウトローガールとかは処理できていたんですが、プラスでアーチャーも処理できるようになりました。まあ、アーチャーはね、正直そんなめちゃめちゃ使われてるカードっていうわけではないので、じゃあアーチャーが処理できるようになったからっつってみんなウホウホ、ローリングバーバリアンを使うかって言ったらそうでもないと思うんですけれども、まあ、よりね、ダメージを稼げて、しかもローリングウッドとはまた別のね、バーバリアンが出てくるっていうところも含めて、もしかしたら、今後使用頻度は高くなってくるかもしれません。まあ、でも正直ローリングの方が優秀って見られてますよね。というところで、まあダメージが上がりましたと。あとはね、こちら、ジャンプダッシュユニット、メガナイトとアサシンユーノの、距離なんですけれども、メガナイトが、よりダッシュしやすくなったのかな、よりジャンプしやすくなったっていうところで、今まで4マスまで近づいて、4マス離れてないとジャンプしなかったのが 3.5 マスでジャンプするようになったので、よりこう飛びやすくなったと、メガナイトをジャンプしやすくなったっていうのと、アサシンいうのは変わらずですね。そして、突撃距離なんですけれども、これ突撃に入るまでの距離ね、距離っていうか多分時間かな、その助走が必要な、多分マス目だと思うんですけれども、工場バーバリアンが今までよりもその突撃モードに入るのに短くなって、そしてプリンスとダークプリンスは、今までよりも1秒、長くなりました。なんでプリンスとダークプリンスが突撃しにくくなるといったところで、まあ、今ね、結構ダークプリンスとか、弱体化食らってもなお、デッキに組み込まれていると思うんですけれども、まあ、突撃しにくくなるとね、こいつらの良さっていうのがなかなか生きにくくなると思うので、まあ、ちょっと、弱体化されたのかなといった感じでございます。あとは、細かい調整でミラーが初手で来なくなったりとか、ミラー入れてるデッキは結構この初手事故が起きにくくなるっていうところで、まあ、ミラーの強化ですよね、単純に。エリポンを入ったミラーデッキなんかは、初手エリポンが来やすくなるっていうことなんで、その8分の4のところが7分の4になるんでね、まあ、そういったところで、このゴーレムプラスのエリポンプラスのミラーみたいな
戦術はもしかしたら強くなるかもしれないし、あとマジックアーチャーと建物のバグを修正しましたっていう感じで、今回のバランス調整は、まあ、どちらかというとめっちゃなんかジャイアント環境が大きく変わるぞとかアウトロー環境がガラッと変わるぞみたいな環境変化ではなくて、まあ、どちらかというとこうちょっと統一しました的な感じなのかな。で来月の頭のまた、第1月曜日に、バランス調整が来るんじゃないかなと読んでいるんですけれども、バランス調整多い と、私たちは別にどうでもいいけど、私たちはどうでもいいとは、まあまあどうでもはよくないけれども、プロの人とか大変ですよね。毎週毎週結構こう1ミリを争うね、1マスとか 0.1 秒を競う、ね、競技をしているプロにとっては結構バランス調整が頻繁に来るっていうのは大変だなと思いつつも、またね、いろいろ、環境後バランス調整が来た後に強いデッキなんかも紹介していきたいなと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録してない方ね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また今回、このバランス調整と一緒に新カードもね、来るっていうことなので、新カードの情報また出ましたら動画を、上げていきたいなと思います。でね、多分このカードだろうなみたいな、内容に関してはさっきね動画を上げているので、そちら見てない方はぜひぜひそちらもチェックよろしくお願いいたします。ということで、本日は深夜でございましたが、バランス調整の内容についてでございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。